あの砂浜で埋まらないように今回頑張れようと思ってます。あの前回ちょっとリタイアしたんで今回完走を目指して頑張ります。リエゾンとかも海岸沿い走ってロケーション綺麗だと思いますんで、まあ、山の中もあのすごい、まあ、走りやすいコースになってますんで楽しんでいただければなと思ってます。今回砂漠が多いんですけどグラベルの時の、まあ、滑る時の爽快感とかはめちゃくちゃちょっと脳に響くものがありますね、はい、ドライバーを動かしあの自分で読んで動かしていくっていうのがやっぱりあのそこに楽しさがあると思います。いやまだ全然始めたばっかりなんで、まあ、右も左も分からず、まあ、無理しない程度に壊さず走るっていうのが一番目標にします。モータースポーツちょっとやめられないです。じゃあ完走を目指して頑張ります。絶対完走で頑張ります。 CVT で優勝するぞ。頑張るぞ。また大きな関心が高まること、また身近な交通手段である自動車の安全運転の技術向上にですね寄与することを望むものであります。北海道でもですね32度の予想であります。どうか皆さんですね、水分補給をしていただいて、体調管理に努めてですね、頑張っていただければと思います。今回の大会もですね、この大会も同じく